はい、こんにちは。えー、熱帯植物栽培家の杉山です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日のテーマなんですけど、こちらじゃんチャード二酸化炭素を試してみないか。<laughs> <laughs> <laughs> ついに来ました。はい。えー、まあ、二酸化炭素の装置を入れて1ヶ月経ちます。はい。あの、今もうこんな感じ。<laughs> 密閉して、二酸化炭素の濃度を非常に高めてる。で、これは日中です。日中二酸化炭素の濃度を高めていて、で、それで、えー、っと、夜、夕方になったら4時ぐらいになったらもう二酸化炭素を切っています。で、今は、えー、実際今僕がや,やってるのは 1500ppm。1500ppm まで上がっちゃって、で、650ppm になったら、えー、スイッチが入る。で、たいね、 10分ぐらいで 1500ppm が、えー、650ppm ぐらいになるような形になってます。で、そんな中で二酸化炭素について、ね、二酸化炭素ってどうなのって思ってたんだけど、やってみて分かったのが、いくつかすごい違いがあったし、まあもちろん溶液との合わせ技っていう、溶液っていうのは液体肥料との合わせ技っていうのもあるんだけど、まずね、一番最初にびっくりするのが二酸化炭素やると、これ、じゃん。葉っぱの 縁に水滴がすごいつく。これが一番。まずはどういうことかっていうと、要は二酸化炭素吸うと、やっぱり代謝が上がるんだよね。代謝が上がってきてすげえつく。これはフィロデンドロンやトラデスカンチはすごくよく見られる。はい。びっくりするよ。そのぐらい、こんなに濡れてたっつって。俺、あ、あれ水やったっけっていうぐらい出るようになる。で、もう一つ目。不入りが、不入りの植物の不が、 濃くなる。いや、これお前本当なのって色が変わる。これね、えー、っとね、僕ヨーロッパに行って、あのー、おろし屋さん、おろし屋さんに行って、何このフィカスすげえじゃんって思って、持ったものが、あのー、すげえいいなと思って、これ日本で見せたらすごくいいよなと思って、で、持ってたんですよ。で、台車コロコロコロがしてたら、あのー、一緒に行った子が、あ、杉山さんジン買うんですねって、フィカスのジン買うんですねって、え、これジンなのって。 嘘つって、これ人なのいや、ヨーロッパではこんな色になるんですよ。でも日本ではこんな色にならないんです。つって、言われてて、マジかと思って、いや、ちょっと待てよ。つって。で、いろいろ調べてったら、施設園芸っていう本があって、それね、あのー、フォロワーさんから教えていただいて読んだら、ヨーロッパの温室内って、だいたい 650ppm なんだって。だいたい。<laughs> マジかっ二酸化炭素が多いねで、それで、 色が良かったり、発色し,てしたりしてるんだよ。だから、ジーンさ、僕、置いてみたんだ。1ヶ月ぐらい置いてみた。そしたらさ、し、展開したシーンはこれ。これ、普通の葉っぱ、ジーン。ね。この白さ、わかる展開した葉っぱ。まだそれはお前1枚目かもしれないけども、この展開の色合いで、マジかって思うだろ。びっくりしたもん俺も何これっつって。こんなに色変わる俺が欲しかったの、この色っつって。 人って日本ではなんかこういうちょっとね、肥料が多いと青ざめたような色になっちゃってなんか人、人、お前人なのつって。人なのってなっちゃってたじゃん。で、それがこんな色になるんだ。こりゃさって思うよね。で、あとはね、あとは今からね、可能性、あのー、あ可能性じゃない。これは、えー、っとね、見ていただくと、この2枚が、この2枚が展開したんだ。だけどこっちはさ、緑だよな。 これもうちで展開した、フィロデンドロンの葉っぱ、あのー、シンバが展開した時に、こんな感じの色合いになったんだよ。すごいよな。本当かどうかわかんない。だからこれ継続するかどうかはまだこっからだけど、一応、色が変わる可能性がある。で、もう一つ。これは溶液栽培との合わせ技なんだけど、えー、カラティアのゼブリナ。ね。もともと、これは溶液だよ。溶液をやり続けてこうなってるけど、それがさらに色が濃くなって、 わかる傭兵の色のこの違い、わかる全く違うよな。ここまでから、もちろん、これは溶液もやってる。だから溶液っていうのは、あの、この植物たちが好む液体肥料を本気でやってる。それはある。で、あとはミネラルと言われてるものもやってる。ブラックウォーターと言われてるものもやってる。それもあるけども、にしてもこの色の違いと葉っぱの肉厚さ加減。これ伝わらないのがもう申し訳ない。こんなに変わるかっていうぐらい。色変わってるだろう。ね。 で、お前、いや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 、それは、なんかカラテ屋のゼブリナだからですよね、じゃなくて、ね。これ見て。全然違う。これ見て、色の違い。こんな変わるんだよ。溶液ももちろんやってるけど、ピンクすっごい濃くなってるのわかるわかるよな。いや、こんなに違うんだと思って。で、 じゃあ、つって、杉山、あのー、どうやってやんだ、つって。一般家庭でそんな二酸化炭素の掃除なんてできないよ。く話ではね、あるかもしれないけど、できないよ、つって。いい方法があるんです。それは、夫婦だよ、つって。<laughs> いや、あのね、要は二酸化炭素って一番簡単なのは人間が作り出す息なんですよ。これ吐いてください。これ例えば袋に、 はい。4万 ppm。だいたい4万から5万 ppm。あのー、人によっては6万 ppm っていう人もいるかもしれないけど、だいたい4万から6万 ppm もうめちゃめちゃ濃いの。これで密閉して入れてれば、い、これ毎、毎朝、毎朝でいいよ。毎朝でこう、例えば弱った植物あるじゃん。二寸の弱った植物。ね、植え替えたばかりの植物を、こうして、毎朝、これで密閉する。これだけで、 二酸化炭素の効果を実感できるかもしれない。で、先ほど言った通り二酸化炭素、不入りの色が変わる可能性。そして代謝が早いから水が乾燥してしまう。要は、すごい水を吐くんだよ。自分、だから、通常よりも乾燥しやすい。乾燥しやすい。で、あとは、肥料をすごく吸いやすい。そういうことが考えられてる。今、今やってる、僕が実感したのはそんな感じ。だから、皆さんは、えー、例えば、密閉容器に、はぁ、はぁ、 <laughs> で、やって、二酸化炭素を充満させて、そうするとさ、なんかロングプレスダイエットじゃないけど。<laughs> それもあるじゃん。そういうやり方で、もちろんね、あの、重曹とクエン酸のやり方っていうのもあったり、た、あの、えっ、ー、と、えー、炭酸水か。炭酸水をコップに入れてっていうやり方もあるけど、一番簡単で安いでしょ。<laughs> これでいいでしょ。 これでいいこ。これで実感できれば面白いと思うんだ。で、僕なんでこれをまだ、杉山まだ1ヶ月程度でなんで言うんだって言ったら、1ヶ月程度で僕が驚きすぎたから、皆さんが実験したらもっと面白いことが分かってくるんじゃないかなって思って今回こうやって紹介します。でね、美学の方。いや、美学関係ないんでしょつって、どうせわわ、最近杉山美学興味ないんでしょいや、美学の方に、 これ本当に多分朗報になるかもしれないけど、もしもだよ。もしも。一つね、今考えられるのは、要は、えっ、ー、と、二酸化炭素をあ、あ、あげると、代謝が良くなるから、肥料、水が良くなるんだ。で、でだよ。可能性として、可能性として、み、見て、活版細菌病にこのようにかかったものが、二酸化炭素をしっかりあげてると、いや、かからない可能性があるんだ。この葉の艶わかる可能性だよ、まだ。 うん、そういうふうなことをみんなでこれチャレンジしていけば、もしかしたら二酸化炭素の今までは、え、植物の栽培っていうのはね、光を足せばいいんでしょ風を足せばいいんでしょっつって。で、それ、そうすればもう OK だよねって思ってる人が、今度は、<laughs> 二酸化炭素か <laughs> いや、これね、ほんとそのぐらい違ったんですよ。だから面白いから、えー、コメント欄でね、やってみた人、ね、あのー、今後やってみたいなと思った人、あのー、やってみてください。<laughs> 書いてください。ね、本当にたった毎日こうやってふーってやってるだけ。ね、もしかしたら、あのー、次の本には二酸化炭素をか、ね、ふーふーしなきゃいけないって書かなきゃいけないかもしれない。でもそのぐらい情報を集めれば、もしかしたらアップデートができるでしょ植物の栽培っていうのは、やっぱり日々アップデートしてるんですよ。で、 やるときはいつかって言ったら朝がいい。日中。いやのね、これね、あのー、植物の見、見たんだよ。なんかこういう二酸化炭素を吸っていく。やっぱり昔はなんか夜に二酸化炭素をたくさんあげましょうっていうのが主流だったらしいんだけど、そうじゃなくて今は日中に一番呼吸してるとき、一番動いてるときに二酸化炭素と濃度を上げて 400ppm にすれば OK だよね、みたいな。で、これもう、うちも今モニタリングができるようになってるんで、だいたいね、与えてないと380とか、そのぐらいになっちゃってる。で、それが、あのー、与えると、 上がっていってで、それで、あの、健康的になっていくっていう風に、健康的だとか、あの、本当に葉っぱが肉厚になる。色が変わる。そして、肥料を吸いやすくなる。で、代謝が早いで。で、あとはね、葉っぱが肥大化するっていうのもあるらしいんだ。で、それはね、まだ実感できてない。1ヶ月だからね。でも、葉が、その、肥料をどんどんやってから肥大化するってやると、超巨大化できるんだったらめっちゃ面白くない <laughs> あとはね、もう一つね、 感じてるのは、開花しやすくなってる。なんか知らんが開花しやすくなってる。だからもしかしたら、エアプランツはまだね、全然入れてないんだよ、この中には。全然入れてないんだけど、エアプランツがもしかしたらすごい開花しやすくなるかもしれない。これはまだわかんないね。やってみないと。うん。まあ、そんな形で、えっ、ー、と、二酸化炭素っていうのが、皆さんにとって、もしかしたら面白いことになるかもしれないんで、邪道かもしれない。だけど、二酸化炭素を試してみないか。そんな感じで、今日はこの辺で一旦失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。